今回のガーネット代表の渋谷さんと、今回先の映画のラスのご縁 で映画だけじゃなくて、今回あの2人、今の海地君と西垣君もご縁があったんで、ちょっと一緒にやらないって言って声かけて今日あの来てもらいました。はい、やっぱり企業の方も連合軍で組むと単独だと気持ちに折れちゃう時あるんだけど、みんなで行けば毎回こう楽しみながらあの行けてるんで、ニーズに沿ったあの支援っていうのが進行してないのかなっていうのを感じたりとか、やっぱり時間によって変わってくるじゃないですか。今回はまあ僕たちはこういう嫌われ者ラストっていうのの上映と、あと西川京海さんの演奏っていうのをさせていただいたんですけども、やっぱり今何を必要としてるかっていうと、今度はあの武士とかよりも楽しいことを見せてほしいとか、そういうことを言われる方がすごい多いです。やっぱでも笑っていただけると元気をもらいますよ ね。山田の人もまあそうなんですけど、最初のうちは結構悲壮感が漂ってたんですけども、まあ1年半経ってまあいつまでもメソメソしてもいられないだろうという、そういった気持ちを感じます。まあ、僕らみたいな音楽をやる人間というのは今後何ができるかって言ったら、やっぱりものは作ればまた立て直せますけど、人間の傷ついた心っていうのはね、なかなか元通りにはならないですからね。そこら辺のケアが自分としてはできればいいなっていうのと。